ということで着替えました。このこれがこれもサウナだったらしいんですよ。なのでちょっとこのサウナから開けてみましょう。どんなの？すごい入室。わ、あったか。わ、あったか、あったか。すごい、メラメラ言ってる。めっちゃ木が燃えとる。ここにね、座っていきたいんですけど、料理をしていいということなので、ちょっとやらせてもらいましょう。いきますよ。どれぐらいしていいんだろう。すごい緊張する。結構あったかいですね。どうなんだろう。今日はサウナハットをしたらすごい小人みたいになっちゃった。ここで温まっていきます。はい、では中の様子をします。はい、こちらにメラメラとパチパチと言っております。で、ここにこれでね、ロウリュをすると一気にふわって熱くなりました。さっき。はい。今。少し温度が上がったのかな。はい、温度計は80度ぐらいです。ちょっといや、これ言いますか。少しタラタラと汗をかいてきました。結構じんわり温まる感じですね。仰ぎましょう。はい、ぜひ。火が多いですね。あ、でもなんかあったかいの回ってくる。なんか服着てるからあんまわかんないんですけど、私なんかすごい汗かいてるけど。あ、いい感じじゃん。そう。これみんな喜ぶんですか？これ喜びました。私に向かって風が来る。
しい。そして水に溺れてるとこれ入っていいってことですよね。あ、暑い。すごい自然。これは一回脱いで、これもこの脱ぐ。緊張する。冷たいのかな。もう10月ですからね。思ったより冷たい。しっかり自然の冷たさ、すごい。結構すぐに冷えました。出ましょう。すごい冷たい。すごいっすね。冷たかった。腹が熱っ。いや、熱くない別の形のなので、セットでいきます。何が違うんだろうね。おお。まあまず景色が違う。あ、すごい。まあちょっとこっちでもロウリュをいきますよ。
きますよ。はい、今日はオロポを作っていきたいと思います。今までオロポお願いしますって言ってたから作ったことないんですよね。実は開けることすらままならないはい、元気はつらつオロナミン C を、なんかね、半分ぐらいかな、こんなぐらいかな、こんなもん、これぐらい入れました。そしてポカリスエットを注ぎます。混ざれ、はい、こんな感じ。味見しましょう。いただきます。うん、もうちょっとうん、いい感じ。おー、いやー、ひとはしゃぎしたから美味しい。うまい。はい、ということで今日は日光サウナリゾートさんにお邪魔しました。本当にね、初めてこういう外のサウナを体験したんですけど、実は今日は最初に入ったサウナからの景色とかは青空とかすごい空が見えたりとか、あと何これ、これ何なんですかね、湖、川、なんか水の溜まり場、そう、水辺が見えたりとかして、すごいね、こう景色も気持ちよくて、いつもと違った感じで気持ちよかったし、そのサウナから出てこのね、すごい水にドボンってできるのも、なんかこう泳げるのがすごい楽しかったです。うん、サップもね、なんかやらせてもらったりして、とっても気持ちよかったです。また来たいです。はい、ありがとうございました。